皆さんこんにちは。モーターサイクルジャーナリストの大谷雄一です。今日これから試乗するのはスズキの刀、2022年モデルになります。はい、この刀なんですけれども2019年に登場しました。2022年モデル何が違いますかと言いますと、まずですね、新しい排ガス規制を通しました。合わせてスズキインテリジェントライドシステム、電子制御スロットルですとか、あとはそのライドモードの切り替え、トラクションコントロールの切り替え、このあたりを含んだ電子制御がちょっと賢くなりました。プラスキックシフターが採用されましたね。ちょっと値段がですね上がってしまいましたけれども、そのあたりが充実した、これが2022年モデルの刀になります。それではまずライディングポジションをチェックしたいと思います。はい、身長175センチの私で両足の母指球、親指の後ろですね、この辺りがしっかりと設置するぐらいの足つき性です。バーハンですのでちょっとですね、アップライトな乗車姿勢になりますね。一般的なビッグネギットに近いライディングポジションにまとめられています。はい、それではエンジン音をチェックしたいと思います。このエンジンに関して GSX-R1000 軽5、2005年モデルですね。ロングストロークの頃の GSX-R1000 のエンジンをベースに作られているんですけれども、その名残がやっぱありますね。すごくレスポンスのいい受け上がりをしています。で、馬力は150馬力ユーロ5ですね。新しい排ガス規制を通しながら150馬力を発揮する、なかなかパワフルなエンジンになっていますね。はい、それでは試乗に行きたいと思います。はい、スズキの刀2022年モデル試乗してきました。まあ、冒頭でも喋りましたけれども、電子制御スロットル、スズキインテリジェントライドシステムが採用されたことによって、私が刀に抱いていたちょっと嫌だなと思っていた部分、これがだいぶ改善されました。嫌だなと思っていた部分といいますのはスロットルレスポンスです。もともと GSX-S1000 がベースになっているんですけれども、このバイクはスロットル開け始めがですね、ちょっと元気が良すぎる、月が良すぎる印象があったんですよ。で、それが全スローを採用したことによって、一番元気のいい A モード、B モード、C モード、それぞれもちろんちゃんとレスポンスの違いを出してるんですけれども、元気のいい A モードでも開け始めがすごく優しくなりました。ですので刀がより乗りやすくなった、そんな印象を持ちました。で、トラクションコントロール5段階と、あとはそのオフモードがあるんですけれども、まあそうですね、一番元気のいい1にしても、まあ、こういう今日みたいなドライな路面ですとそれほどトラクションコントロールが入ってる、介入してるというのは感じないんですけれども、やはり安心材料としてこれは採用してよかったなと思いました。で、さらにですね、クイックシフター、これがもう秀逸です。特にですね、街中でよく多用する1速から2速3000回転ぐらいでポッとシフトアップするときなんですけれども、海外製のメーカーのクイックシフター、たまにですねかなりガツンとショックが来るものがあるんですけれども、スズキに関してはそのあたり全く気を使わずに3000ぐらいでもうトントントンと上げていっても、シフトアップ、もちろんシフトダウンの方もそうなんですけれども、滑らかで、信号待ちするときにちょっとクラッチ切り忘れるぐらいにレバーを触らずに普段走行することができます。ですので、まあ、車両価格6万円アップしましたが、2022年モデルかなりいいバイクになっていると思います。エンジンですね、 GSX-R1000 軽5がベースなんですけれども、改めて乗りやすい、扱いやすい、力量感を感じさせるいいエンジンだと思いました。あとハンドリングですね、まあ、ネイキッドらしいポジションっていうのもあるんですけれども、非常に扱いやすいです。街中ですね、非常に乗りやすいんです。ただ一箇所ちょっとですね、ハンドル切れ角少なめです。これは U ターンとかするときですね、気をつけてほしいなと思います。で、刀もうこの形が好きな人は特に気にされないと思うんですけれども、タンク容量12リッターしかないんですよね。ですのでだいたい20キロぐらいリッター走るそうなんですけれども、ワンタンクでまあ200キロぐらいがまあせいぜいかなと思います。あとですね、 ETC 車載機ついてないんですけれども、これを足すとですね、シート下ほとんど入らなくなってしまうとか、いくつかの、欠点はあるんですけれども、ほとんどの方この形が気に入って買うと思います。ですのでぜひそのこれから選ぼうかなと思っている方、中古車もいいんですけれども、2022年モデルかなり賢くなっていますので、これをぜひお勧めしたいと思います。はい、以上スズキ刀2022年モデルの試乗インプレッションでした。ご視聴ありがとうございました。